アブデュルメジト2世は、イスラム世界で承認された最後のカリフ。アブデュルメジト2世王女デュルルシェフバル、ム子のベラール公、アーザムジャート1868年5月29日、イスタンブールのドルマバフチェ宮殿において、オスマン帝国第32代皇帝である、アブデュルアズイズの息子として誕生した。4人の日と結婚し、一男一女の父となった。 1918年7月4日、いとこのメフメト6世が第36代皇帝として即位するのと同時に、アブデュルメジトは皇太子となった。トルコ革命の結果、1922年11月1日にメフメト6世は廃位され、帝政は廃止された。トルコ大国民議会は11月19日に皇太子、アブデュルメジトをカリフに選出した。 オスマン帝国の皇帝としての地位は、世俗的支配者としてのパーディシャーと宗教的指導者としてのカリフが一体となったものであったが、前者を廃し、後者の身をアブデュルメジトが継承したことになる。これは、トルコ国内の一部でオスマン家の血統にあるものを象徴的な皇帝として要衝という声があったためと言われている。新政府樹立直後の混乱の中で、 内部対立を避けるため多数派も、ひとまずこれを容認した。芸術家肌の教養人であるアブデュルメジト自身も、世俗の権力には全く興味がなかった。1923年10月29日、トルコは共和制を宣言し、国家元首として、ムスタファケマルが初代大統領に就任した。さらに、近代化を進めるトルコ共和国は、政教分離を採用したため、 1924年3月3日にカリフ制も廃止され、アブデュルメジトはオスマン家の一族と共に国外に追放された。連合国軍によるパリの解放の前日にあたる1944年8月23日、アブデュルメジト2世は亡命先のパリの自宅で死去した。そしてサウジアラビアのマディーナに埋葬された。ありがとうございます。